です。今日は大好評の絹どけシフォンのアレンジレシピ、絹どけシフォンロールを作ります。いきなり抹茶出してすみません。ロールケーキって結構卵に砂糖を入れて湯煎で温めながら泡立てるっていうやり方が多いんですけど、今回はシフォンケーキと同じやり方で作っていきます。はい、というわけで作っていきましょう。
い、こんな感じで完成したので食べていきます。いただきます。生地がめちゃくちゃ美味しい。シフォン生地で作ってるので、とにかくきめ細やかで、ものすごくしっとりしてます。この小豆クリームもめちゃめちゃ美味しい。中にかのこまがたくさん入れてるから、その食感もいい感じです。はい、ごちそうさまでした。絹どけシフォンのロールケーキバージョン、めちゃくちゃ美味しいからぜひぜひ作ってみてください。 TikTok や Instagram もやってるので、そっちもフォローしていただけると嬉しいです。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。